京 FM ラブ&ホープウィーク。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。東京 FM は東日本大震災から10年を迎える今週をラブ&ホープウィークと題して、全ワイド番組が様々な角度から震災10年という日に向き合っていきます。今日はゲストをお迎えしています。クリエイティブディレクター柳井道彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳井さんにはですね、毎年この時期にスカイロケットカンパニー来ていただいております。渋谷のパルコのスペイン坂スタジオでやってる時から本当にずっと来ていただいております。東日本大震災の直後から音楽イベント、それからテレビ CM 広告コピーなどを通じて福島の発信を続けられております。テレビもそうですけども、ラジオでも僕は風とロック、短い間ですけど関わらせていただいたりもしましたし、その柳井さんがその地震の後にやったあのライブ福島をこう横断するのも行かせていただいたりとかっていう風にしてますけども、一つちょっと入りとしておかしいんですけど、この10年って今回今年経ってコロナ禍がある中での10年じゃないですか。であとテレビもこのラジオも自分が関わってるんで、あまり変な言い方はしたくないんですけど、10年っていうことをやっぱやらざるを得ないんですけど、前面に出すというか、それが全くどういうふうに捉えていいのかが分かんないんですけど、この10年って何なんですかね。僕も同じことを感じてますね。この番組以外にも柳井さんももしかしたら10年経ちましたけどっていう風にいろいろもうおそらく先月ぐらいから取材だったりとかあると思うんですけど、そこになんかやっぱ自分のこう気持ちが追いついてないというか、でこうやって毎年3月になってちょっとポカポカしてきて目が痒くなってきたりすると、やっぱり10年前にすぐなんていうかな、感覚が戻ってしまったりする中で、10年10年って言われてもどんな10年だったんだろうってこう立ち止まることも振り返ることもなくね、やっぱり一日一日を、まあ僕がってことじゃないですけど、東北の人たち含め丁寧に生きてきたただのこう延長というか通過点なのかななんても思うし、僕2013年ですかね、大きな痛みを背負ってそれを乗り越えた先輩たちの土地を訪ねようって思って、キャラバン日本っていうのをやったんですよ。ライブ福島風とロックキャラバン日本で、沖縄であるとか、神戸であるとか広島であるとか、でそこに行けば何かこの後のこう道筋の光をもらえるんじゃないかって思った時に、神戸の人がいやーこれからね、あれから何年ってずっと言われて、結構嫌ですよあれはっていう風に、当事者の方というか、神戸の阪神淡路大震災の経験のある方々がそれを教えてくれて、まだあれから何年って言われてなかった頃だったので、ああそうなんだっていう風に、それはすごく胸に残った言葉でしたね。全くこう、まあ大きい意味で10年っていう共通の時間という、この平等に進んでいくこのなんて言うんでしょうか、記号として使わざるを得ない部分はあるかもしれませんが、あといろんな防災のきっかけになったり、いろんなことをなんか前に進むために思い出すことができたり、感謝があったり、いろんなきっかけとしてはありだと思うんですけどね。ちょっとこうだんだんこの1週間2週間あれから10年が溢れ出してきたんで、ちょっとこうクラクラっと来てる感じはありますね。そんなことこの呼ばれて言うことじゃないかもしれないなと思いながら、いや僕もお呼びして、いや俺でも本当にちょっと先週ぐらいから苦しくなってきちゃったというか、なんか例えばラジオで10年を伝えてくださいっていうようなことを先週別の現場で聞かれた時に、
例えば自分にとっての10年を話せますっていう言い方をして、うん、あともう街や人によってそれぞれこの10年感じ方が違うので、僕が東京で生活しててこの東北の人たちにこの10年を一つの言葉で表現するのはちょっと無理なんで勘弁させてくださいみたいな、ちょっと仕事なのに断ったりしてもんもんしてて、うん、でちょっと柳井さんどうなんかなとか、うん、なんかそんな感じかもなと思ってお酒持ってきました、はい、ありがとうございます秘書と本部長ありがとうございます。これがね、福島の、はい、元宮っていうとこで、この前豪雨災害があってね、はい、浸水してしまった酒蔵なんですけど、大天狗酒造っていう、大天狗酒造、小針さんっていう女性が頑張ってて、はい、すごい美味しいんですけど、はい、開けると息が良くて発泡してくるんですよ。だから台所で、はい、シンクのとこにボールを置いてあ、そんな感じそれで開けてください。そこのそのボールから飲んでちょうどぐらい、こぼれたものも、ね、いや今開けなくていいです。もうそれによって開いちゃうかもしれないから、スパーッそんなですか、わかりました。今包みも開けなくていいです。ラベルみたいなと思って、はい、ありがとうございます。毎年ありがとうございます。本当に家で秘書もそうですけど、秘書も僕もお酒が好きですけど、やっぱ最近飲めてないねなんて話もさっきしてて、うん、家ですよね、やっぱ家で、うん、この間それこそ、僕知り合いが、今宮城に住み始めてもう2年3年経つんですけど、うん、そいつが結婚するって言って、うん、証人のサインを書いてほしいってことで、はい、酒持って東京来て、うん、そのサイン書いて、そいつは帰っちゃったんですけど、うん、そいつと仲いい昔の友達と久しぶりにそいつの持ってきてくれた仙台の日本酒飲みながらこの間家で飲んでたんですけど、うん、それもすっごい美味しくて、うん、なんか辛口じゃないのに飲みやすいっていう、あ、はいはい、あ、口入れて甘口なんですけどすごいこうスッと抜けてくみたいな、あ、こんなうまい酒が知らなかったけどまだあんのかって思って、東北って本当にこう僕たちが知らないだけで、いやそうなんですよ、本当にたくさんありますよね。東北に酒ありっていうコピーもあるぐらいで、あ、そうですか、ええ、はい、福島県なんかはその日本酒の毎年あるコンテストで、はい、金賞受賞数が6年連続かな一番なんですよ。あ、そんな多いんですか。実はそうなんですよね。福島も割とそういうところの発信って得意じゃなくないですか。そうなんですか。いや俺鳥取によく行くんですけど、うんうん、鳥取がすごい下手なんですよ。そうですか。やっぱり上がってなんていうんですかね、謙虚であることを美徳としてというか、はい、自分の自慢するのかっこ悪いっていう風にどうしても思うからね、はい、自分だけじゃなくて家族とかの自慢もしないし、うんうん、友達の自慢もしないし、はい、そこ課題ですね。でもすごくそれこそこの10年で変わってきたと思います。そういうとこも誇りを持って、はい、魅力を伝えなきゃで、自分たちも魅力を知っていこうっていう風に皆さんしてらっしゃいますね。はい、ちょっと楽しみです。帰って飲むのがボールで、本当にね、想像以上に出てきますから。ボトルの半分ぐらいなくなると思う。いやそれ出過ぎでしょ。それはいくらなんでもそれも入れ方がおかしくなってきますよね。店でどうやって出してんだって。いやお店の小針沙織さんって方なんですが、うん、ごめんなさいって言って売りますからね。へえ、これ出てきちゃいますけどごめんなさい、はい、もう誰かと家で2人とかで飲むときにやろう。なんか一人でこの俺なんかなんだろうな、抱えきれないというか、もし本当にわーって出てきたときに見てほしいというか誰かに、そう、抱えきれないですから、はい、うん、はい、ここで今日はですね、柳井さんが楽曲を持ってきてくださってて、そうなんです、フルコーラスで、いいですか。はい、いいですか。はい、これね、ひとりぼっち秀吉バンドっていう福島県郡山市在住の、バンドなんですけど、まあ彼ら震災の後俺たちまだやれる人っていうすごくこう力強い歌を歌ってて、で今回これ聴いていただこうと思うのは「いちご」っていう歌で、一昨年の12月にリリースされて、僕が詩を書いて、はい、で彼らが歌ってくれてて、なんていうんですかね、こうその10年じゃないけど、あれから
いろいろ大丈夫とか一番辛いとかいろんなことある中で、今こんな風に思ってるっていう人が何人かいるんじゃないかなっていう、そういう話を福島の人たちとしてできた歌詞でございます。うん。じゃあ、人は忘れる生き物だよと諦めたように笑うあなたを思い出してる。寂しげで、でもどこか安堵して恨んでもいい、覚えていてと諦めたように笑うあなたを思い出してる。悲しげで、でもどこか安堵して、傷つけるなら傷つこうと、もう一人の私が耳元で語る。でもやっぱり怖いから、優しくされたい。私はまだ橋が物だよと愛おしそうに笑うあなたを思い出してる。切なげで、でもどこか安堵して、嘘をつくより騙されよう。もう一人の私が口先で語る。でもやっぱり弱いから、優しくされたい。私はまだ
嫌われるなら嫌おうと、もう一人の私が片隅で話す、でもやっぱり怖いから、優しくされたい、私はあなた、血が甘いなる果実、ぎっしりとまとう種、指の先についた香りが今日も消えない、指の お聞きいただいたのは、ひとりぼっち秀吉バンドでいちごでした。秀吉バンド。あ、失礼しました。ひとりぼっち秀吉バンドいちごでした。はい、僕は聞きながらいろいろなことを思っていて、うん、おそらくラジオを聞いてる人も、このバラバラのことを意外とみんな考えて聞いてんのかなって気がしました。うんうん、それなんで、なんか僕があんまやんや言うというよりは、うん、皆さんの中のその今何か頭や胸に込み上げてるものをそのまんま、大事にしていただけたらなという、ありがとうございます、思いです。一度交通情報行かせていただきます。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。このコロナ禍ですけども、柳井さん、はい、去年から今年にかけては福島の方はちょっとどういう風な行き来になった感じですか？僕はもう去年ここに呼んでいただいた後、一度3月23日にラジオの仕事で帰って、はい、それから帰ってませんから、あ、もう1年。そうですか。1年ですね。途中まあ、その感染ということと実際のこう数字で見るものと実際とは違うかもしれませんし、うん、それでも行き来が多少緩い時期もあったじゃないですか、はい、その国内、はい、その時もじゃあ引き寄せずという、ね、親が高齢だっていうのもあるし、やっぱり自分だけは運びたくないなっていうのはすごくあったので、そのウイルスを、はいはい、で相手にも余計な気遣いをさせたくないと思ったんで、今やっぱり東京からできることってすごく増えてるんでね、10年前に比べたら、はい、だから東京から福島の発信をどういうふうにこう企画して形にしてっていうことは、リモートも使いながらやれましたけど、さすがに本当にもう毎週のように帰ってたので、ずっともう帰りたい、会いたい、そういう気持ちがこう一回こういうところで口にしちゃうと、もうダメだなっていう、そんな感じですね、はい、なんか本当の本当に改めての話していいですか、うん、福島のいいとこって、うん、柳井さんからどこですか？いいとこね、はい、それこそ美味しいものもたくさんあるし、あります、はい、綺麗な景色もたくさんあるし、はい、だけど僕やっぱ人だと思いますね、うん、人がね本当にあったかくて面白くて、若い頃はその良さが僕は分かんなかったんですよ。むしろいやもうほっといてほしい、距離近いなっていう、どこ行っても知り合いだし早く都会行かせてくれよもう距離本当にこうノーディスタンスというかね、はい、その距離の近さは素晴らしいだなって、年取れば取るほど分かりますね、うん、
どこ行ってもお土産だらけでもらって帰って、はい、本当にで、はい、もらわないって言うとものすごい怒られて、はい、もらわないなんて許されないですよ。じゃあ送ってくださいって言っても怒られるんですよ。そうじゃない、あんたに今持って帰ってほしいんだからっつって、うん、いいっすね。なんかこう、うん、いやちょっとね、すいません、また別んとこ寄るんでみたいな時あるじゃないですか。、うん、そういうことじゃないんだよってことですもんね。そうそう、はい、すごく大変です。だから全部持って帰ってくるの、うん、そのぐらい、まあ嬉しいです、とても。はい、ありがとうございます。何かが始まるよ、素敵なことだよ、明日から何かが始まるよ、君のことだよ、 I love you baby 福島、 I need you baby 福島、 I want you baby 僕らは福島が好き、 I love you baby 福島、 I need you baby 福島、I want you baby 僕らは福島が好き、福島で福島で福島で君が素晴らしいってことを確か。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー、引き続き東京 FM でお楽しみください。お聞きいただいているのは、本日ゲストの柳井道彦さんが所属している所属してますバンドでございます、猪苗代湖ズで I love you and I need you 福島。音量低くしてギター弾いてます。遠慮がちに弾いてるんですね。まあでもなんか思い出話をするあれじゃないかもしれないですけど、地震があって福島行って、まあ、みんなお金使うことぐらいしかできないかもしれない、知り合いに会いに行くしかできないかもしれないみたいな、行ってカラオケでみんなで向こうの人たちとこれを何回も何回も繰り返し歌って酔っ払って一緒にみたいな、なんかそういうのとかがやっぱり僕はこれを聞くとすごい思い出しちゃうというか、そうですね、はい、なかなか本当にこの季節のこの気温の中で聞くのがすごい、僕はやってる側からしてもちょっと苦しくなる時もありますけどね。でもこの歌も本当にそう言ってくださる方もいれば、いやーこれもう聴きたくないなっていう人も、なるほど、思い出すし、はい、何かこう押し付けられてるような感じがするっていう人もいるしで、うん、さっきのあのイチゴの時に言ってくださったね、はい、がすいません残り10秒になります、うん、いろんな人がいろんな感じ方、はい、本当様々だと思います。ありがとうございました。